さて皆様、時は1840年、天保11年、おいは18歳。おいはこれから何者かになれるとやろうか。歴史に名を残すような大きな出来事が、大きな仕事ができるとやろうか。まだ何もわからん、そんな時代の頃、場所はここ佐賀城本丸にほど近いところに佐賀藩の学校、藩校講道館というものがございまして、その脇を松原川というきれいな川が流れております。その川っぺりでの出来事、夏の暑か暑かもがわいぬか、ある日のことでございます。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、同い年始まり始まり。ああ、ぬか。ああ、なんでこがんぬかとやろうか。ああ、ぬか。しかし、おいは本当に運がなか。実家ば出され、養子に生かされ、家業の医術を学ぼうと頑張って勉強をしてきた。まあその回もあって、前の殿様からは栄寿というこの上ない名前までつけてもらったんじゃ。それがどうじゃ、突然江戸に行って医術をやめて漢学を学べと、それでやっと漢学が面白くなってきたなと思ったら、次は急ぎ佐賀に戻ってこいと。これじゃ、俺は何年かん年中途半端じゃ。医者か武士か、中途半端。一体自分とは何なのか。佐野栄寿常民は何者かになれるとやろうか。しかし腹の減った。ああ、もう腹の減って仕方なかなか。うちのかか様は何でおいにはお茶碗すりきれ一杯しかくださらんのに、飼ってる犬には好きなだけ食わせるんじゃ。まあおいが養子犬やろうな。なんか食い物なかかな。ああ、入った。そうじゃ、そうじゃ、おいにはこの殿からもらった大層珍しい薬があった。まあ薬じゃから腹の出しにはならんが、一口舐めれば気力や体力が回復する飛躍中の飛躍なんじゃ。一つ舐めてみるか。帰ろうよね、こまいちろう。なんだよ、いいとこなんじゃ。ああ、そう、あの新しくできた茶屋、あの茶屋でさ、餅ば食うてから帰ろうな。あの茶屋の娘がえらい美人でな、もうな、目はパチッとして可愛いんじゃ。それ笑顔が愛らしくてな、色は抜けるように白をして、まつげがシュー長くて先っちょがくるんってして、あかん美人はそうおらんばい。いや、すぐ行こう。この間お前の弟の次郎と一緒にその茶屋に行ったっちゃ。おう。そしたら次郎の皿に抱けばい、おいたちが注文したよりも
一個余計に持ちの乗っ取ったとよ。そしたらお前の弟、女、女、持ちが一個多い。次郎はバカなんじゃん。そしたらその娘さん、次郎の方をじっと見て、あんた、あそこの藩校講道館でお勉強ばしよるお侍さんやろ。そのお餅、うちの気持ち食べてる。そしたら次郎のやつ鼻じまドバーってしよろ。あんた誰？え？いや、まあ、お主が知らぬのも無理はなかろう。おいは佐野英寿常胤というものじゃ。いずすと官学を治め、過日江戸より戻ってきたばかりじゃ。鍋島の殿から最も期待されている佐賀藩の若きホープというのは、わしのことじゃ。ありがとう、ありがとう。膝っとらしく、鼻じんごとは服は着てから。英寿、久しぶりじゃな。久しぶりじゃな。なんじゃ、お主、佐賀に戻ってきとったんか。ああ、そうじゃ。また一段と賢そうな顔になってから。こまいちゅうは人と知っとんもなんも。佐賀広志といえど、こがん頭のよかやつはそうそうおらんぞ。あんまいいよっと、お前はしのぐような頭のよかやつがこの国にそうそうおるはずなかろうもん。おいはこん国の故事や歴史、帝のことについてなら誰にも負け。ばてん、こと、医術、算術にかけてはこの英寿の右に出るやつはおらんぞ。その取材や。お拙者、島、ダンエモン殿じゃったか。みんなからは、ダンニョンって呼ばれてます。わかった、ダンニョンじゃな。ダンニョン、ダンニョン、ダンニョン。アイミョンでもいいよ。ダンニョン。なんで、お主の、さっきからずっと見てもおったが、道の真ん中で腹減らん、腹減らんとか恥ずかしいとは思わんのか。ほら絶対いけ。人間の生理やけん仕方なかろうもん。腹の減ったら食いとうなる、食うてしもうたら出しとうなる。ベビーちゃん、アンニョン、武士は食わねど高用事じゃ。何や、さっきから黙って聞いてりゃ偉そうに。じゃあ聞くな、お主は一体何者なんじゃ。医術と漢学を学び、医者か武士か、お主は一体何者なんじゃい。おいは、うん、おいは、まだ何者でもなか。ほらやめとけ、英寿はな、すぐ泣くとで有名だぞ。まあ英寿、もう泣くな泣くな、おいたちはお前たちじゃな、仲良くして。それぞれがしっかりと学んで何者かになるんじゃ。それぞれの持ち場で力が発揮してこの国を変えるんじゃ。佐賀だけじゃなかぞ、この日の本全ての民が笑顔になる、そこを目指さんといかん。あ、そうじゃな。うん、そうじゃ、そうじゃ。うん、腹が減ってるおもしらに、おいが珍しいものを信ぜようかと思ってな。おう、なんじゃ。これじゃ、これはな、野中うさい縁といって、一口舐めれば気力、体力は回復する飛躍中の飛躍なんじゃよ。お
のしら。一口舐めてみるか。うん、よか。あ、よかそう。じゃあちょっといただく。あ、これが効くんじゃよ。あ、随分と効きそうな香りじゃ。あ、そうじゃろ。漢方。これはな、おいが殿に、おいだけにくれたんじゃ。おお。じゃあちょっといただいてみるか。あ、よかそうよかそう。効くぞ。おお、おお、力が湧いてくるのだろうな。おお、おお、エイジ、もう一飲みちょうだい。おお、もう一飲み。ああ、そうしたらな、ナイスだ。うん、うん、おお、おお、もう飲めないから。いや、ダメダメ、ダメダメ。よかった、よかった、よかった。ダメじゃん。まあ、こがんして、おいたち三人は友達になったと。後日、佐野が偉そうに、うさゆんの欲しかったら俺んちに遊び来んかって言うもんやけんが、佐賀はゲス工事にある医者の佐野家へと遊びに行ったんじゃ。夏も終わり、夕暮れ時のことじゃった。おい、エイジ、邪魔するぞ。おう、おい、おう、ほう、ここが医者のせがれの部屋か。うん、ずいぶんと本が置いてあるな。そうか。おお、なんじゃここは。ああ、いか、それはいか、旬だかこれ。あ、いや、ブラックジャック、変わった本じゃな。なあ、うん、お前しろ。なんじゃ。お主は孔子の言う愛についてどが思っとる。うん、そうじゃな。孔子の言うことにもうなずけることはあるな。まずは父や母、ご先祖様に対する畏敬の念は当然持つべきじゃ。すべての倫理はそこから始まるからな。いや、それが今一つしっくりこん。うん、なんでしょ。おいはな、おう、いや、やっぱよか。なんじゃ、エイジ、そこまで言ったなら全部話してみらんか。おいが聞いてやっけんか。そうか。おいはな、うん、トト様やカカ様への愛、それは当然持っとるんじゃ。おう、待って、それが他の人への愛より重く深いかといえばそうでもないんじゃ。うん、おいは養子に出されてしまったけん、親の愛というものを素直に受け止めれんのかもしれん。そうそんなら、諸子百家に国士というもんだ。国士。うん、ほとんど論ぜられん男なんじゃが、なかなか面白いぞ。英寿にはこの国士が唱えた博愛、この博愛という言葉がしっくりくるかもしれんな。博愛。うん、広くまんべんなく愛するということか。そうじゃ、人にはそれぞれ事情がある。じゃが英寿のことはこの国士様なら理解してくれるかもしれんな。お一郎。しかし英寿、血縁も無縁も同じように愛するということは、それはもうすでに種子学を否定しとることになるぞ。そうか。しかし、お主はなんで種子学を否定するんじゃ。うん、種子学はな、今の幕府が侍たちを飼いならすために
隣の中国から借りてきた学問じゃ。なんで自分たちの心を耕す学問をよその国から借りてきて学ばんといかんのじゃ。それがもうすでにおかしかろうが。英樹のように博愛もよか、他人よりも血縁を愛する里愛もよか、それぞれの論理だったらええんじゃ。じゃがな、どんだけ朱子学を学んだところでこの日の本のことはわからんのじゃ。それは何でかわかるか。それはな、この国の中心が幕府じゃないからじゃ。この国の中心が幕府じゃない。そうじゃ。今の世の中は天皇が天下を徳川に預けておるだけなんじゃ。天皇か。いや、それは分かるばってん、ここは佐賀藩じゃ。徳川より鍋島の殿の方がわしは大事じゃ。それじゃ。徳川が一番っていう考え方も間違いなら、佐賀藩が一番っていう考え方も大間違いじゃ。諸悪の根源は分かるじゃろうか。あがくれじゃ。そりゃ声がでかいぞ。甘いもんか、来るならかかってこい。やいじゃあ危ない。ダンニョンか、びっくりさせるな。ダンニョン、どうした。戦じゃ。何、エゲルスが真に攻め込みよった。とうとう正体を表しよったか。エゲレスはえげつなかぞ。真の民にアヘンっていう毒ば吸わせて骨と皮だけにしておきながら、後から大砲ば積んだ船でワンワンワンで攻めてきよる。歯向かうやつは皆殺しじゃ。あいつら笑いながら人の国ば跳ねよるっちゅう話しぞ。なんでじゃ、なんで。同じ人間やろうもん。己がないんじゃ、誇りがないんじゃ。己のないもんは他人を責める。その畜生がさ、今度は老いたちの国に攻めてくかもしれんという話ぞ。ダニオ、我がどがつつもいか。知れたほど。戦の最前線に立ってこその島ダニエモン吉武、ピュンピュンピュンで飛んでく大砲の弾やゴーゴーと燃え盛る炎の前じゃ儒学も朱子学もなか。必要かとはそれらをかわし突撃する肝っ玉の太さじゃ。この国の礎とならんとする意志の強さなんじゃ。さすがダニオン、あっぱれじゃ。まさに地高豪一、根っからの表明学者じゃ。義を見てなさざるは言うなきなりばい。迷いがなか、うらやましか。平次、迷ったらいかん。エゲレスも、エゲレスの次はアメリカもオランダも、我も我もとこの国をほぐりいく。その前にやらんばいかんことがある。やらんばいかんこと。この国のこの国であるゆえんをわしらがしっかり学んで伝えるんじゃ。行動官の弟たちに、農民に、町民に、いや殿様にも将軍にも、この国の誇りを正しく伝えられるがわしら佐賀門以外におらんのか。そうじゃ小前一郎、その通りじゃ。そうじゃ、戦の前に学問じゃ。誇りを培うんじゃ。培った誇りは大砲の弾よりも強い。俺たちの戦場は行動感じゃ。日の本のために、誇りのために、おいたちが何者かになるために。おいたちは必死になって勉強をした。自分たちが何者かになるために。小前一郎こと枝吉信用はその後義裁同盟を作り、後の明治政府で活躍する若き者たちを次々と育て上げ、日本の在り方、勝ち取りのさせ方を教えたんじゃ。だが流行り病のコレラに感染した妻を看病し、それを看取った後、41の若さで自らも病に侵され、この世を
こと島大門義時はその後北海道に渡り札幌の町の基礎を築いた。しかし新政府によって佐賀が窮地に陥ったと見るや急ぎ佐賀に戻り新政府軍と戦った。前線むなしく戦いに敗れ詳しい戦技にかけられることなく形状の露と消えた。駒一郎、南女、二人はわしを置いて遠くに行ってしもうた。だが駒一郎たちに教えてもらった博愛という言葉と揺るぎなき思いは今も心の中に残っておる。そして明治になりヨーロッパでの見聞を得てわしは博愛を旨とする組織日本赤十字社を作ったわけじゃが、果たしてわしたちは何者かになれたじゃろうか。自分のことはようわからん。今の世に生きる皆さんよ、教えてくれんかの。おいたちは何者かになれたじゃろうか。幕末維新、佐賀の八賢人をもてなし隊によります歴史寸劇、同い年、本日は最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。この3人が共に行動観念を学び、そこで夢に向かって突き進んだというのは全て史実でございます。そして、この2人の思いを受け継ぎ、佐野常民が博愛社、もちろん日本赤十字社を立ち上げたというのも全て史実でございます。この史実に基づいた歴史寸劇を後世の人に楽しく分かりやすく伝えるべくご覧になっておりますこの歴史寸劇活動でございますが、皆様の応援のおかげもありましてこの活動を今12年目に突入しております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ご結婚の、ね、前撮りの方ですね。